どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、いよいよ冬ですよ皆さん。今日はですね、日本の歌い継いでいきたい名曲、雪やこんこ、これ行ってみようと思います。実はですね、聞いてください。昨日ですね、本屋さんに行きまして、ガズさんの本売ってるかなって、ね、エゴサーチじゃないけど見ていたらですね、なんと私のすぐお隣にウクレレケース持った先輩のご婦人がご二方おりましてですね、まあ早い話、おばあちゃまなんですけれども、それでその方がね、難しいわね、教則本とか言って会話聞こえてくるわけですよ。そしたら、私 YouTube ばっか見てんのよっていう話をもっと聞きましてですね、すいません、YouTube 見て練習してんですかって言ったらね、私の顔見て、ああガズレレさんだーっていつも見てますっつって、すごいこう自分がどれだけこう書いてるかっていうのを見せてくださってですね、その中やっぱ見てたらね、童謡とかすごくやっぱ多かったんですよ。やっぱこれは外せないなと思いまして、早速冬の大定番曲、雪やこんこ、ガズレレ流超シンプル簡単バージョン、しかも超簡単バージョンの後にちょっとかっこいいアレンジもする2バージョンやりますので、最後までご覧になってください。ウクレレめちゃくちゃいいですよ。はい、これ子供にもいいし、大先輩、いわゆるお年寄りにもすごくいいと思うんですよ。もう指使うしね、脳みそ結構使うんですよね。で、思い出の曲、思い入れが深い曲をね、自分で演奏して歌う、素晴らしいですよ。これは本当に元気に生き生きとやろうということで、はい。で、この今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで、私の動画をと一緒に触ってるだけですぐ弾けるようになりますから、楽器は苦手だというそこのあなた、ウクレレだったらすぐできます。ここにこれからリンクを貼ります。今度リンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の順番に見ていくとできるようになります。さあ、行ってらっしゃい。ここです、行ってらっしゃい。初心者レッスンはここ、行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこにはもう650曲以上のありとあらゆるジャンルの曲がアップロードされております。気楽にね、自分で大きな声でやってみてください。じゃあ、それでは早速やってみましょう。雪やこんこ、まずはゆっくり、超シンプル初心者バージョン。コード3つですからね。これはいいですよ。じゃあやってみます。1、2、3、4。雪やこんこ、あられやこんこ、降っては ずんずん積もる。山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木残らず花が咲く。2番いきます。雪やこんこ、あられやこんこ、降っても降ってもまだ降りやまぬ。犬は喜び庭駆け回り、猫はこたつで丸くなる。せーの、ジャガジャン。雪やこんこやってみました。出てくるコードは3つ、 C と F と G7、 この入門コード3つです。先ほどの初心者レッスンはここといったところで、まず一番最初に覚えるコードですからね。これでゆっくり4つ弾きでやってみました。これ最初の1曲、いかがですか。この曲からウクレレ始めるのはぜひやってみてください。で、いつも言ってるんですけど、動画内のテロップで見てもらうのもいいんですけど、こうやってね、自分でノートに書き出してもらうんですよ。そうするとこの紙持っていけばいつでもできる。いずれは覚えてください。そのためにちょっとこれ見てもらうといいと思うんですね。こういう風になってます。このワンブロックで何があっても4回弾きます。ということは、ここ2個書いてあるから CCG7G2 個ずつ弾くってことですね。この2行で1番、この2行で2番です。コード進行全く同じで、歌詞が変わるだけですので、これ一時停止してメモってくださいよ。はい、一時停止。はい、こうやってね、書くときにすごく頭に入るんで、ぜひノートに書き出してくださいね。はい、これで今回はですね、かっこいいバージョン
ちょっと弾き方なんですけど、1番はアルペジオ、2番は8ビートでやってみようと思います。この弾き方なんですけど、これね、こういうシンプルな曲って本当表現次第で、いろんな表情を見せてくれるんでね、その1個の面白い例としてやってもらいたいんですけど、初心者の方はですね、うわ、こんなの私できないって思うかもしれないんですけど、これ楽しんでやってるうちに結構できますんで。で、今からやるのはアルペジオという弾き方、まずこういう感じです。難しそうでしょう、知らない人は。これでも分かっちゃうと結構簡単なんです。はい、このやり方と、あともう一個、2番では雪やこんこ、こういうリズム、ノリノリのリズムなんです。これは8ビートと言います。アルペジオと8ビート、このウクレレの練習の弾き方、ちょっとやってみたいなと思ったら、はい、ここに行ってください。このリンク先はですね、ウクレレでできるリズムのいろいろというページがありましてですね、私のホームページ、そこからまずアルペジオを探していただいて練習していただく、動画で練習できます。その後8ビート練習していただくとできるようになります。はい、楽しんでやってくださいよ。ではね、そんなことをかん、踏まえながら、コード進行全く一緒ですから、はい、かっこいいバージョンやってみる。2、3、4。雪やこんこ、あられやこんこ、降っては降ってはずんずん積もる、山も野原も綿帽子かぶり、枯れ木残らず花が咲く。1、2、3、4。雪やこんこ、あられやこんこ、降っても降ってもまだ降りやまぬ、犬は喜びには駆け回り、猫はこたつで丸くなる。せーの、じゃじゃん。はい、かっこいいバージョン、ちょっと表情違うアレンジで、最初はアルペジオ、後半8ビートで。8ビートはちょっと相当こうなんか外に遊びに行きたくなるような感じですけどね。アルペジオだとまたこのしっとりしたこう雪がスーンスーンと積み上がる感じ。それ情景を浮かべながら自分でいい感じの弾き方を探していただいて。もうオリジナルですからね。もう皆さんのやりたいようにやっていいんですよ。音楽っていうのは自由ですからね。ありがとうございます。楽しんで音楽やってください。それではご案内です。どうぞ！ズレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんで、ぜひ来ていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これガズ CD 出してます。ガズレレの CD レッツゴー最高究極ゆりで2枚組の CD、 同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD 弾けるようになるレッスン CD、 すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の夜音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で、1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。あ、イベントどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントをやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の、先行発売もありますからね。翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ、本もねいろいろ出してるんですよ私。はい、これまず主婦の友社から、出ているいきなりウクレレ地球一簡単家庭音楽という本。これはガズです。ガズさんはですね、病気になっちゃって、白血病から、骨髄移植させていただいてここまで来てる過程で、人生、音楽、豊かさ、考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、盛りだくさんな音楽人生を、音楽はね聞くよりやった方がいいんですよ。皆さんどうです、ウクレレだったら簡単にできますからね、他の楽器の方はいきません。ぜひ皆さんどんどんウクレレ楽しんで、その楽しさ いろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。